その激しい焼き抜きの茶碗っていうのは、まあ言えば楽村楽家の楽茶碗の伝統から全くその飛び跳ねているじゃないですか。どこにここに長次郎からの伝統がここにこうつながってるんですかって、言われる方が大勢おられて、僕の中ではやっぱり長次郎とやっぱりつながっているのですね。長次郎っていうのは、とても静かなお茶碗。でもその静けさはとても本質的に深いのですね。そして本質的に深いものっていうのは静かであってもとても強いのです。単にその他人と迎合するわけでもなくて、やっぱりその静けさを貫いていくことにおいて他者に対しても激しいものなのですね。長次郎の茶碗のあの静けさの中にはですね、とても激しい 他者に突きつけるような、あるいはもう少し言うと世の中の何て言うんですかね、まあ、これはこういうもんですよ、これはこういうもんですよ、これはああいうもんですよっていうような一つの常識ですね。常識っていうのはある意味で共通言語でコミュニケーションの基盤にもなるんだけれども、同時にそれは何て言うのかな、思考停止状態でもあるんですね。誰もが認めて誰もがその疑いを持たない、誰もが疑問を持たない、あるいは誰もがそのさらにその奥の深さについての問いかけをしないっていう、まあ、その常識の世界っていうのかな、一つの使い古された価値観っていうのかな、そういうものに対して長次郎の茶碗っていうのはノンって言ってるんですね。そうじゃないよ、この黒い茶碗でお茶飲んでみなさいよって、ここにはあなたの欲している綺麗な模様もありませんよって、あなたの欲している美しい色もありませんよ、あなたが欲している面白い形もありませんよっていうふうにしながら、あの何もない全てこう削り落とした世界の中で非常に激しい突きつけ方をその他者に向かってしてるんですね。あるいは時代に向かってしている、あるいは世間のマンネリ化した常識に向かってそれを突きつけている、そういう激しさがやっぱり長次郎の茶碗にあってこそあの静けさっていうのが意味を持つんですね。だから世の中のそのそういったものを、あこれは綺麗だね、あこれは豪華だね、これは素敵だねっていうようなものに、そういう常識的なものには左右されたくないよね、そういう言葉には左右されたくないよねっていうところで、あの黒い茶碗がぬーっとこう、出てきたわけですよね。まあ、そういったように、まあ芸術家という言葉もなんか赤がついてるような気がするし、陶芸家っていうのもあんまり嫌だし、だからやっぱり茶碗屋っていうのがやっぱり一番新鮮かな、一番こう世の中のその赤にまみれてない言葉かなっていうのがして、それで少し長次郎にもつながるような言葉でもあるので、我は茶碗屋っていう